はい、えー、どうも吉谷です。今回ですね、えー、質問いただいたので、回答していきたいと思います、えー。あやさんって1000サイト以上もサイトを持っているとのことですが、外注を使っているとのことですが、外注するほどの余裕がない場合は、1人でサイトを作成する場合、量産する方法あるのでしょうか。はい回答ですね、回答。1人で量産する回答ですね、えー、気合です。 気合,気合があれば何でもできると、えー、猪木先輩が言ってます。僕、すみません。僕は気合しかないと思います。ただ、一人で1000サイト作る。まあ、例えば、久保さんも一人で1万サイトかな。久保さん、外注化してないですけど、えー、1万サイト。久保さんの場合は気合ではなく久保、久保哲郎の事例。1万サイト。一人で1万サイト。 以上はいえー、思考停止ですね。思考停止でひた,ひたすら作業すると。はい、久保田さんは一番サイト一人で作りましたけど、思考停止してひたすら作業していたということですね。はい、僕の回答は気合です。まあ、どっちかです。気合入れてやるか、気合とかそういうとか、気合とかモチベーションが上がらないとか。 もう問答無用で思考停止してひたすらやるってことですね。はい、じゃあその例えば繊細トやるんだったら繊細トのジャンルですよね。ダイエットの中でも、えー、セグメントするとめちゃめちゃジャンルあるじゃないですか。えー、くびれなのか、えー、くびれ、えー、太もも、あご、二重あご、うん、あとはなんだ、あ二の腕とか。 あとは、うん、リバウンドするとか、うん、あの、食生活とか、なんか本当一つのジャンル、大きい、うん、大きいビッグワードですね。ビッグワードからセグメント。はい。大きいビッグワードからセグメントしてって作っていくってことですね。 まあこれがまあジャンルどういうふうなやつやればいいのかっていうところですよね。例えばその、うん、まあ、例えば歯だったら、歯、歯、歯の悩み。うん。じゃあその、まあ、歯の悩みっていう大きい、大きいジャンルですかね。大きいジャンル。歯の悩み。じゃあ歯の悩みには、うん、白くしたいとかね。ホワイトニング。 あとはなんだうん、虫歯と、えー。虫歯予防。虫歯になったらとか。あとなんだうんうん、入れ歯とか。どんな入れ歯が、入れ歯がいいとか。入れ歯のお,お手入れとか。 まあ本当なんか分けていくといっぱいありますよね。本当は分けていくと。もっと分けると、例えばこの入れ歯をもっと分けるんだったら、入れ歯を分けていくるんだったら、じゃあどんな、どんな種類があるのとか。じゃあ、例えばうーん、部分入れ歯、部分入れ歯。部分入れ歯にフォーカスした部分入れ歯を検討しているあなたへみたいなサイトとかね。もう部分入れ歯に徹底的にフォーカスした。 サイトとか,なんかこういう感じでどん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 セグメントしていって、えー、ジャンルブログのテーマっていうのを決めていけばいいと思いますあとはそれを遂行する上で気合で乗り切るかそれとも思考を停止してひたすらやるかどっちかですねはいじゃあ次いきましょう一つのドメインでサイトをたくさん作る方法はあるのでしょうかありますこれはサブドメインってやつですねまあこれ X サーバーさんなんですけど X サーバーの機能一覧 えー、機能一覧で、えー、っと、サブドメインってなかったかなサブドメイン。サブドメインサブあ。ありましたね。はい。サブドメイン、サブドメインあった。サブドメインの利用できる数、無制限。はい、全部無制限ですね。無制限って書いてあります。これ、プラン X10、X20、X30、ともに全部無制限です。 このサブドメインが、例えばサーバーによっては50個までですよとか、その独自ドメインも50個まで、30個までみたいな。X サーバーさんの場合は自分が持ってきたドメイン入れられるやつが無制限だし、サブドメインも無制限。だからその1ドメインに対してサブドメイン100個作れば、その100個。サブドメインとはで検索すればいいかな。サブドメインが分かんない。サブドメインこれ。サブドメイン。サブドメインとは。ドメインに関するよくサブドメインとは。 サブドメイン前に、うん、はい、可能です。はい、可能です。<laughs> サブドメインちょっとわかんない人いると思うんで、サブドメインとはに、で、Google。サブドメインとは。はい、サブドメインとは。初心者一見、サブドメインの基礎知識と。はい。まあ、これが、あの、えー サブドメインのより身近なところで Yahoo。あ、これがいいんじゃないですか。はい、YahooJapan のトップページがこの,このドメインですよね。www.yahoo.co.jp っていうのを Yahoo さんは取得しています。はい、これが、えー、Yahoo さんが取得している JP ドメインですね。じゃこのドメインに対してサブドメインで Yahoo ショッピング。かこのショッピングっていうこれが、えー、サブドメインになります。これがサブドメイン。ここサブドメイン。 こっちがメインですね。こっちがメインドメイン。メインのドメイン。Yahoo さんもサブドメインごとによってこういうふうに分けてるってことね。これプレミア。これ Yahoo。このサブドメインがプレミア。Yahoo! 屋。Yahoo! のこのメインドメインに対してサブドメインこれ。ニュース。Yahoo! のこのドメインに対してこれと。ここを無限に X サーバーだったら。 作れるよっていうでこの、このサブドメインを作ると、まあ、ちょっと細かいこと言うと、サブドメインを作ると、サブドメインの階層ができます。階層、フォルダーが。サブドメインの階層、フォルダーができるので、そのフォルダーにワードプレスを入れる、もしくはその階層にホームページの HTML のファイルを入れるとかすると、その,、えー、こ,のこれで出てきます。これでね。こ,のこれ URL 叩くと出てきますね。はい。なんで、ここで。 1>, 1個のドメインに対してサブドメインがいっぱい作れますのでそのサブドメインが作るとあのフォルダーができますでそのフォルダーの中にファイル入れていくって感じですねでそうするとワー,ルワードプレスとかも無限に作れますね無限にまあこれあの X サーバーとかはあえーはい、無限無限っていうか無制限って書いてあるんで無制限じゃないですか サブドメイン。サブドメインの方が利用できる数、無制限なんで、1万個サブドメインを作ることも可能です。まあ、あとは、容量があるんで、容量次第もあるかもしれないですね。あ、でもデータベースか。データベース、あ、データベース50個。あ、でもな、データベース、ワードプレスの場合はデータベース必要なんで、ワードプレスだと50個かな。1ワードプレスに1デ,データベース必要だったかな。すいません。 まあ、とりあえずでも、まあ、ホームページ、HTML のサイトとかだったら、まあ、まあ、あのデデ、データベースはいらないので。はい、まあ、ワードプレスでやる場合は、その、MySQL にデータベースっていうのをあの作ならないといけないので、まあ、それが50個だったら50個までワードプレスいけるから、ちょっと調べていいですかね。ワードプレスデータベース。ワードプレスデータベース。多分1個だと思うんですけどね。 うん。うん。データベースうん、多分、一つのデータベース必要だと思いますけどね。僕も、ワードプレイス作る時に、一つのーデータベースを一個作ってるので、うん。まあ、要はそのデータベースの中に、まあ、こういう、なんだあ、ここに書いてありますけど、うん 保管するのでこういうものが保管されていくと。うん。はい、な感じですかね。はい。まあ、ということで、まああの、たくさん作ることは可能です。あとはサーバーの契約を見ていただければいいんじゃないかなと。そのサーバーによっては、えー、サブドメインが何個までですよとか。 手動メインが何個までですよっていう指定がありますし先ほどのワードプレスだったら MySQL のデータベース何個作れるのかっていうところも指定があるだろうしそこを見ていただければいいんじゃないかなと思います。はいということで質問の回答はこれで終わります。ありがとうございます。